さあ、ついに今年も交流戦がやってまいりましたけれども、去年はね、交流戦前5位でしたけど、そこから一気にガッと交流戦優勝して、パ・リーグも優勝してというより大躍進につながりましたから、今年は借金2位、3位でスタートしましたから、交流戦も連覇してリーグ優勝も連覇してという形でね、進んでいけるんじゃないかということでございますけども、初戦5月の24日ジャイアンツ戦でしたけども、オリックス残念ながら負けてしまったということで、まあ山岡投手ね、先発してました。僕ね、一番大好きな、オリックスの選手ですけども、なんかね、審判とのこの相性っていうのがあんまり良くなかったですよね。でも6回2失点抑えて、防御率も、まあ、トップになってということで、ちょっとね、こうね、スライダーとかまっすぐとか含めて変化球が特にちょっとこう相性が悪かったというか、そこ取ってくれへんかっていう感じでね、ちょっと審判との相性が悪かったです。で、逆に打つ方も、そこ取んねやとか、いや、そのクロスファイヤーとか、そのアウトローはちょっと打たれんでみたいなところもね、審判取ってたりしたんで、しかもこう統一感がなかったですよね。取ったり取らなかったりみたいな感じでしたから、ちょっとこう審判に苦しめられたというような試合だったかなと思います。で、交流戦に関してはですね、パ対セなので、これオリックスが仮にオリックスだけ負けてしまうと、で、他のパリーグ5球団がセリーグに勝ってしまうっていうことは、なんかダメージ的に言うとこう2敗したみたいな感じなんですよね。1人負けの場合ですけども、まあ、それがやっぱ交流戦の醍醐味なので、逆にオリックス1人勝ちすれば2勝分ということですから、ちょっとね、負けた時には他のパリーグのチームが勝ってるか無糖か、そのあたりもね、ちょっとこう含めて、野球を見ていかないといけないというのがね、出てきてます。で、24日ね、残念ながら負けてしまいました。要因としてやっぱりこう8回のビドルに尽きるかなと思います。僕もね、開幕当初からずっとこうね、ビドルと吉久調子はいいですけども、吉久と違ってですね、ちょっとビドルは不安定な、まあ、一面もありながらも、まあ、防御率1点台で収まってたと。逆にこの防御率1点台がなんでなんだっていうぐらいね、不安要素はちょっとあるのかなと思ったので、数字以上に僕はちょっと不安なところが多いかなとは元々は思っていました。それでもね、ここ最近は勝ちパターンとしてですね、しっかりと抑えてくれてたので、まあ、劇場型というかね、結局のところ点は取られなかったんですけど、24日は取られてしまったということで、サムネにはね、ヒギンスもう見たくないというふうに書いてますけども、僕もやっぱりこうフォアボールっていうのはね、本当に見ててストレスでしかないんでね、日本シリーズのヒギンス見てなかったんかと、あれの左番が来てしもうたやないかということですから、ちょっとね、ビドル休養とかで、ね、そういったものがもし必要なのであれば、やっちょっとね、劇場型にはぜひなっていて欲しくないというふうに思っております。で、セリーグね、巨人ですから、ホームですから、東京ドームで試合をやったわけですけども、セリーグ主催の試合だとね、当然ピッチャーが打つということで DH がなくなりますってなると、オリックス最近、もう話題沸騰中ですけど、マッカーシーがですね、やっぱり DH 使えないということで守備についてました。レフトですけども、どうですか、マッカーシーの守備、皆さんにとってどう見えますか。ちょっとね、怠慢なのかとか言われてますけども、周平がね、センターいるときに、センターフライが飛んだときに1ミリもカバーに行かなかったですね。もう棒立ちというか、棒立ちはちょっと本当に打つときだけにしてくれとちょっと思ったんですけども、っていう感じですよね。カバーリングはあまりしないと。で、マッカーシーのときにところにこう飛ぶと、ちょっとヒヤヒヤします。北選手と同じような感じなんですけど、ちょっとヒヤヒヤしますね。そして正隆もそうだったんですけど、レフトに守ってました、マッカーシー。レフト前、で飛んだ時にランナー二塁にいても、とりあえずゴーみたいな感じになってますね。正隆と違って肩はね、まあいいことは伝わりましたけども、まあ、フライの追い方とかすごく怖いと。で、ゴロの追い方とかもちょっと怖いっていうのもあって、怪しいというのもあって、二塁ランナーいる時にレフト前通ったらとりあえずゴーっていう風に言われてるのかなという風にちょっと思いました。はい。なので、まあね、レフトといえばやっぱり僕は今絶好調、後で触れますけど、中川選手の方がいいんじゃないかなと思うので、ファーストとレフト変えてもいいのかなと思います。左利きなんでね、もともと両翼とファーストの選手でしたから。なんかあるんですかね、マッカーシーがこうファーストできない理由みたいなの。もしなければね、ファースト、マッカーシー、レフト、K だという形でね、進んでいってもいいんじゃないかなと思います。どうですか、マッカーシー、レフトで、もしくはファーストで、レフト派ですか、ファーストで派ですか、ぜひね、そのあたりも教えていただけたらと思います。ただ打つ方に関してはね、ジャイアンツの高梨投手いますね。去年楽天から、トレードで、去年でしたよね、ちょっと忘れましたけど、移籍をしてきましたけども、正隆が大の苦手の投手でした。変則の左の投手でしたけども、初見の高梨投手のなんて言うんですか、そのえぐるようなスライダーとかカーブとかを見極めてたので、これはやっぱ大したもんだなと思いました。なので打つ方ではね、相変わらず期待はできるのかなと思ったんですけど、とはいえね、ちょっと左投げのちょっとピッチャーには苦戦してるというか、苦手意識が強いのかなとも思っていたので、まあ、初見でね、見極めてること素晴らしかったですけども、今後ね、左ピッチャーに対してどう成績を残すのか、ちょっとね、注目をしていきたいなと思います。そして注目打の方で言うとですね、やっ
ぱり消えた中川ですよ、これ。ジャイアンツ戦で3安打打ちましたけども、これメルセデス投手がですね、めちゃめちゃ良くて無双でしたね。本当にこう、日ハムの加藤投手みたいな感じでした。加藤投手のパワー系みたいな感じですか？ちょっとわかんないですけど、めちゃめちゃ無双してたんですよ。オリックスも、本当にこう、てんやわんやとか誰も手に負えなかったんですが、消えたのみですね、完璧に対応しておりました。ガチすぎるんですね、調子が。ゾーン入ってます、これは。本当にこう、1年目の交流戦で首位打者取ったような、あの感じが本当ふつふつと蘇ってきているんですが、まあ中川圭太選手ね、長打力ありますけど、ホームランバッターではないです。はい。なので、こう二塁打こう量産型なのかなと思いまして、二塁打量産型で、まあ足も速いんでね、三塁打になるケースも非常に多いので、まあそういうこう中距離ヒッターという位置づけでですね、中川選手4番に添えられているということですから、まあ中川圭太調子がガチすぎるということでね、定期的にというか、数年に1回の調子にならないように、これをね、ぜひ定期的に出せるように、キープをしていただけたらなというふうに思います。そして話題が尽きないですけども、ショートを守ったりしておりますけども、ルーキーの野口選手ですね。野口選手がちょっとこう二軍に行った方がいいんじゃないかみたいな声がふつふつと出てき始めてきております。はい。紅林選手もですね、去年の今頃本当楽しそうに野球をしてました。ところがですね、2年目の今年、まあ活躍して2年目の今年、やっぱりオリックスをこう背負ってということで、そのプレッシャーなのか、荷が重かったのかわかんないですが、こういった今ね、二軍でこう調整をしております。野口選手もですね、最初はやっぱりこうオリックスを背負うというよりかは、やっぱり一人の選手少しですね、こう活躍をするというところだったので、自分のことだけ考えていればよかったので、非常にこう楽しく野球をしていたなという印象なんですが、ここ最近に来てですね、ちょっとこう調子を落としてきているんじゃないかというふうに言われていて、まあ、2軍に行った方がいいんじゃないかみたいな声も出てきております。僕はですね、野口選手、2軍に行くか行かないか、この、まあ、デッドラインみたいなのって、まあそれこそ降格前の、今年の降格前の紅林選手ぐらいの成績をしたあるのであれば、降格して紅林選手を上げた方がいいんじゃないかとは思ってます。そして24日の試合前の時点なんですが、直近の6試合で言うと打率1割9分、21打席立って4安打、打点1ということになってます。通算で言うと今年はですね、2割4分3厘、打点4、5割3分5厘、これが野口選手の成績なんですけど、紅林選手2021年打率2割2分8厘、102安打、10本のホームラン、48打点、 OPS6 割8厘という状況になってます。まあホームランとかね、まあ、ちょっとこう出にくいのかなとね、紅林選手よりかもしかしたら出にくいタイプかもしれないです、野口選手は。ただ、102安打とかもね、割とこう関西リーグでもね、100安打打って新記録出すんじゃないかみたいなタイプだったので、まあ、スイングの割にはこう安打系というか、ホームランよりかはね、安打をバカすか打つというタイプだったとは思うので、このあたりね、野口選手が紅林選手のね、この去年の成績あるいは今年の成績と比べてどうなのかっていうところをちょっと比較して、2軍に行くべきかどうかっていうところはちょっと個人的にはね、思っていけたらなとは思ってます。にしてもね、野口選手守備ではすごく貢献をしてるんですね。はい。初球ね、あんまりこう打たないなと、ね、バッティングの方であんまりこう初球ってほぼ見逃してることが多くないですか？初球のストライクですけども。はい。そこがちょっとね、打たへんのかなとは思ってたんですよ。あんだけね、スイングブン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 するんで、初球の甘い球とかガンと行くタイプなのかなとか思いきや、意外と見逃すタイプだったかなと思っていたんですけど、守備にはね、何回か貢献をしています。で、やっぱりね、内野行ったり外野行ったり、コロコロルーキーで、自分で、やっぱ守備位置変わってたら、やっぱそれは大変ですよ、やっぱり。なので、そんなに大変だったらね、一回こう、義母選手とかをスタメンで挟んでみてもいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、一向にね、そういったことがないので、ちょっと小義母、沖縄の根尾明使ってもらえたらなと思ってます。そしてそこに加えてですね、足立選手がもし帰ってきたら、やっぱり野口選手の負担もぐっと、減ります。二遊間としてね、セカンド守ってくれたら、やっぱり、大城選手をショートに回して、野口選手を休養、もしくは、まあ、外野、もしくはパリーグ主催であれば DH という形で進めることができるので、早くね、足立選手帰ってきてほしいなというふうには思っております。ということで、今回はマッカーシーの守備、そして中川圭太選手がまあガチすぎる、そして野口選手が2軍に行くときどうなるのかみたいな話をさせていただきました。5月の24日の試合終わりにこちら撮影をしております。ぜひですね、山岡投手の、審判との相性であったりとか、ビドリについてとか、交流戦での戦い方、そのあたりも含めてですね、コメント欄の方で教えていただけたらと思います。ということで、本日の動画もここまでとさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録もお待ちしております。